はい、どうも、トワイスです。今回もアサシンクリードやっていきたいと思います。さあ、ロベルト・サブレを追うためにアルスーフというところまで行きましょう。これがいまいち都市の名前なのか何なのかはちょっとよくわからないんですけれども、まあ、とりあえずは向かっていこうと思います。そういえば、ファストトラベル以外でまともにマシャフまで帰ったのって初めてかもしれませんね。あ、マシャフまで帰るわけじゃないか。あの、街から出るのって初めてかもしれません。この道を逆走するっていう意味で。なんか帰りはあんまり人が多くないな。これは快適。ただこっちで会っているのかという不安があったあった。オッケー。まだ行ったことないから、キングダム地区ですね。さあ、久々のキングダム地区ですが、アルスーフとは、アッカの近くですか？あえてアッカまでファストトラベルしてそっからっていうのもありっちゃありでしたがね。まあそういうせこいことは考えず。キングダム地区はですね、ちょっとビューポイント集めがかなり時間がかかってしまうので、全くやってませんでした。ので、やべ！こういうことがよくあるから、ビューポイント集めはしなかったんですよね。とりあえず逃げましょうか。仕方ない、これは。この先のこのぼやけてる道を進まねばならぬので、こっちか。とりあえずは道なりっていう感じですかね。よし、巻いた。まあ至る所にチェックポイントがあるのはありがたいところですけど、もうこういう風に馬で移動することがメインになってしまうので、ところどころで見つかってしまうというのがデメリットですね。とりあえずここまで来たから、左まっすぐでもいいか。失礼。すまねえな、まともに戦うことになると全滅させなきゃいけないからね。でちょっとこまめにマップを確認しながら行かないと後々迷いますからね。まだ負けないか。なかなか厳しいですね。重要な場面なので、できればノーカットでお見せしたいという気持ちと、あとこんなにいちいち見つかってちゃ進まないじゃないかっていうのがありましてですね。しまったバリケードか。でこっちの道か。仕方ないね、突破しましょう。さて、こっからはちょっと右、こっち側から。失礼。こっちで合ってるよな。ちょっと地形がよくわからないんですけども、こっち側を回っていって、でまあちょっと舗装されてるというか、よく道、よく鳴らされてるこういう白い道、草があまり生えてないところ、あそこは騎士団にバリケードを張られるので、まあそれは突破していきましょう。危ねえ。こっからまっすぐ行って左ね。 OK。 本当にマップをねいちいち確認しないと。ここ左だよな。失礼。悪いけどまかり通るよ。さあ、この先がアルスーフのはずです。初めて行く街ですよね、多分。なんかアイコンは海面みたいな感じになってますけど、アルスーフです。さて、ここはどういうところだ。なんだか騒がしいですね。なんでしょう。
何？行って。お前らやる気？ほ。まあこれでいいでしょう。馬連れていけるか？ちょっとここは常に見つかった状態でやらなきゃいけないっていうことになってしまうんでしょうね、きっと。仕方ないね。じゃあもうさっさと終わらせましょう。行って。おい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 、それはなしだろ。行って。ああもうやってやるよ。ここは。おい。あ。まあ普通の一般兵ですね。だから挑発してる暇があるのかと。いて。割とつかみ崩しには反応できるようになりましたね。ほらよ、来いよ。とどめだ。さあ、こっから馬はちょっと使えないみたいなんで、登って。行って、お前。大丈夫。ほらよ。登ってこいよ。登らせねえけど。これが高台ハメというやつだ。知っていたかね。モンハンとかではよくやることだと思うんだけどね、高台ハメ。ガンナーですけどね、やるとしたら。懐かしいな、思い出すよ、あの時の激しい戦いを。今とは全然違う戦い方だけどね。さあ、馬は残念ですけどこのまま進んでいくしかないでしょうね。というかこんな時にもアサシンを気にしてる暇があんのか、お前ら。なんかと戦ってるんじゃないの。剣の威力が最大になってもやっぱり一発は耐えられますね。どうした、攻撃してこないな。ちょっとね、こっちとしても時間がないから割と雑に攻撃させてもらうよ。決定、強攻撃。一般兵ぐらいだったら一発で倒せるようになりましたね。いでな。ほっほっ、なんだ、やってくるか。仕方ないな、お前だけは助けようかなんて思ってなかったけど。まあ向かってくるならやるしかないでしょう。ちょっとこっちだって不殺を極めるぐらいのことをできたりはしないですからね。まだこの先か。弓が飛んでる、弓じゃない、矢が飛んでる音がするから怖いですね、やっぱり。よう、まだ来るか。先手必勝。はい、次転ばせればこっちの勝ち。ほっ。起こさねえよと。おお、なんだ、すげえ人だかりですね。あれ全部兵士なわけないと思いますけど。早く行かなきゃ。ロベールは一体何考えてんだ。まだ来るかよ。逃げれるかな。さすがに逃げれるなんてことはないよね。やるしかないか。一人ずつ確実に。
ものか。くたばるんだ。次。はい次。はい次。多いなおい。ほっ。甘く見るんじゃねえよ。痛えな。お前の負けは確定だ。そうでもないよ。死ぬまで抵抗するぞ。ほらよ。はい次。ほっ。はい、まだいるか。街中ではやっぱり味わえないぐらいの大量ですね。来るかい。ほらよ。残念だったな。はい次。お前強そうだね。先に潰させてもらうよ。そしてお前、お前、次はお前、そん次は挑発してるお前、最後に残ったお前だ。はい次。ここは登るしかないか。チェックポイント。はい次はいるね。さすがに避けられないよね。行くか。かかってこないならやっちゃうよ。分かってるんだよ、強攻撃がガード不能だっていうことはこっちにだって。 おっと仲間あれかい。ほっ。お前ら立派なもの来てるけどどうだい。強さは変わんないかい。お前強そうだな。ほらとどめだ。はい次お前。ほっ。そして今倒したお前しぶといね。ダメか。くぅ、あんまり押しすぎてもダメだな。ほっ。勝ち身のない戦いをするなんて。そうではないよ。甘く見てるとやられるってことはお前らもよく分かってんじゃないの。痛えな。ほらよ。はい次お前で。お前強そうだからお前にダメージを与えておこう。来るかい。だから挑発してる暇があるのかって。数で勝っててもね、ちょっと残念ながらこっちにはためらいがないんだわな。そこが一番大きいんじゃないかな。で多分あれバレるとダメでしょうけど、回れるこっちから。無理だね。無理か。そうか。おお、近づくな。お待ちを。私は戦いに来たのではありません。幸福の使者が来たのか。ようやくだな。サラディンではなくアルムアリムよりの使者でございます。アサシン。これは一体どういうことだ。早よ説明せよ。王を裏切る者がいます。そちはその者に雇われたと。手を下す前に獲物の顔を眺めに来たのか。見くびりよって。その裏切り者を征伐します。モーセ、判断は余が下す。裏切り者の名は。ロベールド・サブル。我が腹心が。あいにく事実なのです。くだらぬことを申すでない。ロベールは悪化で受けた屈辱を晴らさんとしているのだぞ。そしてよとて同じ気持ちだ。悪化では我が重鎮が何名も殺害された。それは私の仕業ですが理由があります。モンフェラート公は配下の兵を持って悪化を我が物にせんと企み、医師ガルニエは患者たちの意志を奪う怪しい技を使っておりました。そしてシブラントは港を閉鎖し王の援軍を阻むつもりだったのです。裏切り者たちです。ロベールこそその黒幕です。そんなたわけた話を余が信じると思うか。王はあの3名をよくご存知でしょう。今の話を聞いて本当に驚かれましたか。まことか。王よ、この者はアサシン、人を欺く悪魔ですぞ。その話が真実であろうはずがございますまい。嘘を言う理由などない。大ありではないか。貴様はアジトが心配なのであろう。
イスラム軍と我ら十字軍が連合して攻めればひとたまりもないからな。心配なのは聖地の民のことだ。戦いを終わらせるためならこの命など惜しくはない。これは全く妙なことになったものよ。言い分が格も異なる。こんなことをしている時ではありません。早くサラディンに会い援軍の要請をせねば。時は一刻を要します。しばし待つのだ。なんと王よ、まさかこやつを信用なさるというのでは。難しいところだ。世は決めかねる。賢き者に判断を委ねるとしよう。光栄至極。そちではない、ロベール。では誰。神だ。一騎打ちにて決しようぞ。神は必ずや正しき者の味方をなさるであろう。王のご命令とあらば。始めよ。行くぞ。なるほど。抜けアサシン。一騎打ちね。あれ、一騎打ちって言ってなかったっけ。一騎打ちじゃないの。あのさ、一騎打ちって言ってなかったっけ。今一騎打ちって言ったよね。なんだよ。なんで一騎打ちって言って。そっちは配下付きですか。ずるいな、おい。蹴散らすよ、そんなこと言ったら。そんなこすいやり方をさ、やってくるなんて思わなかったな。何が騎士団だこの野郎。お、よし、痛えな、早かった。なかなか合わせられないですね。あと画像の処理が重い。やっとか。お、はい。なんだって、てめえ。部下に削らせといて自分がそういうことをするっていうね。せこいな、おい。失敗。次、ちょっと剣抜くまで待ってね。さすが追撃を食らうか。丁寧にカウンターを決めていかないと。ほらよ、とどめだ。ほらよ。これで終わりだ。企みもお前自身ももうおしまいだ。知った風な口を聞くものでない。お前は操り人形、やつは貴様を裏切ったのだ。私を裏切ったようにね。この後に及んで何だ。世迷子とか。9人を殺したのであろう。秘宝の秘密を知る9人をな。だから秘宝を見つけたのは9人ではないぜ。9ではない、10だ。10人。秘密を知る者は生かしておけ。名を言ってみろ。貴様もよく知っているやつだ。だが果たしてお前は奴の命を奪うことができるかな。誰だ。お前の主、アル・ムアリムだ。死はテンプルキスでは。奴が何でも知っていたことを不思議に思ったことは、我らの居場所、我らの人数、我らの目的を。死はアサシン巨団の長だ。ああ、ペテン氏の長だ。私も貴様も奴の駒に過ぎんというわけだ。そして今、私は死に、残るのは貴様だ。秘密を知ったお前を生かしておくと思うのか。秘宝になど興味はない。ああ、奴にはある。私と奴の違いはたった一つ。奴は秘宝を分かち合う気がない。嘘だ。なんとも皮肉だな。
この私、お前の敵が貴様を生きながらえさせてきた。だが私を殺したことで、お前の命運もここに尽きる。見事な戦いであった。どうやら神はソチの味方についたようだ。神は関係ありません。技が勝っていたのです。だがソチが神を信じずとも、神はソチを信じているぞ。立ち去る前に聞かせてくれぬか。ではどうぞ。なぜだ。なぜソチはここまでやってきた。多くの危険を冒してたった一人を殺すために。我が教団の理想を脅かすものでした。お、復讐とな。いいえ、正義のため、平和のためでございます。正義のために暗殺を。平和、それは矛盾ではないのか。話し合いの通じる者もいます。それはあのサラディンのようにか。サラディンも戦争終結を望んでいるかと。そう聞いておる。見ておらんが、少なくとも民は終戦を望んでおります。イスラム教徒もキリスト教徒も。人は求めているものを知らぬゆえ、民は我のようなものに頼る。正しい道を選ぶのが王の責務かと。バカな。我々はこの世にわめきながら生まれる。乱暴で不安定、そんな生き物なのだ。救われぬ運命だ。救われぬのは選んでのこと。そなた、言葉遊びはもうやめよ。これは真実です。裏などはありません。すぐにわかる。だが今日はソチの願いを聞いてやれそうもない。サラディンが我が陣営に切り込んできておるので、我々は戦場に向かわねば。と言っても、己の足元が危ういことを知り、サラディンも行動を考え直すかもしれん。いずれはソチの考える通りになるやもしれんな。御身もサラディンも等しく危険であられる。お忘れなく、背後の守りを委ねた者たちがその地位に甘んじるつもりのなかったこと。よい、承知の上だ。ではこれで失礼を。我が主に問うことがあります。彼も過ちなき身ではないようです。やつも我らもただの人だ。そなたもな。陛下に安全と平和を。仲間が君を助けに来たようだな。何？どうやった、デズモンド。おい待てよ、何の話をしてるか知らないが、ここで何が起ころうが俺には関係ない。誰に招かれたわけではなく、君を助けに来ているんだぞ。そちらの状況はどうだ。激しい攻撃です。食い止められるか、それとも囚人を避難させるか。せいぜい5、6名です。数は我々が上です。怪我人が2、3名ですが、制圧は可能です。デズモンド、おとなしくしていればいいものを。俺じゃない、どうやって連絡を取る。俺は囚われの身なんだぜ。テレパシーか。どうだよ。まあいい、どうせ時期に全員死ぬ。ほら聞きたまえ。制圧完了です。君のレスキュー隊は来られないようだな。おいおい先生、1分前には真っ青になってたくせに。この研究所は意外と警備が甘いんじゃないのか。次はもっと大勢で来るかもな。それはないわ、デズモンド。ルーシー君はこう言いたいのだよ。助けに来られるアサシンはもう一人もいないとね。この1年間は実に忙しかった。君たちの隠れ家をしらみつぶしにするため、荒野にまで人をやったんだから。君は最後の一人だ。ゆっくりと休みたまえ。明日には片がつく。うん、なんかちょっといろんなことが立て続けに起こって、私も頭の整理ができないんですが、確かに秘宝のありかを知ってるのはテンプル騎士団の9人プラス
もう一人。確かにアルムアリムも秘宝のことは知ってますし、秘宝の重要性も分かってます。なぜ今まで的確な指示ができたのか。確かに秘宝の力を使えばそういうことも可能だったかもしれませんが、果たして。というのは次回になる、なりそうですね。なんか話せるかな。ごめんなさい、デズモンド。荒野と言ってたな。まさか。確かに部隊が向かったけど、もぬけの殻だった。ご両親の行方はわからないし、生きているとも断言できないけど、逃げたんだと思う。すまない。調べてくれたのか。それほど状況は悪くない。何言ってんだ。これで全滅したんだ。ここから出る唯一のチャンスだったのに。その上、アサシンは全滅だなんて。それに、ちくしょう。連中が何を企んでいるのかわからないが、用が済んだら俺を殺すことは確かだ。もう終わりだよ。さあ、あとは好きにしろってんだ。希望を捨てないでちょうだい。君は信じるのよ。もう休んで、元気を取り戻さないとね。疲れてないの？どうやらルシーは完全に向こう側の人間というわけではなさそうですね。まあ今はまだ用が済んでないので殺されないということなので。とりあえず休んでおきましょう。その前に最後の探索だ。一応メールボックスの中ぐらいは確認しましょう。何か新しいのはなさそうかな？なんだこれは。ん？これはなんだ？これはなんだ？謎の差出人から来てるってことか。ほう。多分この順で見ていけばいいってことですよね。DIA に関する情報を求む。事故による死者は20名以上、打ち上げ現場もしくは作業場と思われる潜入の後期。打ち上げの目的は、例のアーティファクトを低空で発信。5年前の反応実験の拡大版、成功したら全てが彼らにコントロールされる。全てとはどういう意味か。人間全てのマインドコントロール。デズモンドはどうなった？もう一つのアーティファクト探しに使われている。なんとか遅らせるよう努めてきたが、発見されるのは時間の問題。やっぱりルーシーはアサシン側の人間ってことになるんですね。彼は我々のことを知っているのか、知らない。それでいい、当面は知らせないように。救援は、ああ。救援に関しての返事は来なかったっていうことですね。迷惑メールになっちゃった。会議室のドア。お、会議室のドアの暗証番号ですね。10281948243。へえ。メールでそういうやり取りすると危険だって言うのあるんですけど、あの博士そんなに危機感ないみたいですね。開けれるぞ。でも会議室に何かあるんでしょうか。一応こっちの換気口から自分の部屋の方、ん？自分の部屋のバスルームからこの換気口を通じて向こうの声が聞けるっていうことはあったみたいですけど。でこっちにもパソコンがあるのか。議事録的なものをまとめてたりするのかな？こっちのパスワードはまだ知らないか。ってことは、博士のやつを見ればいいのかな？こっちはいけないだろうな。パソコン的なものも他にはないし。そうですね。ちょっと博士のパソコンを見ましょう。今回ちょっとこの調査で長くなると思いますが、
まあ本編を進める上では必ずしも調べなくていいところですので、まあもしこういう裏話にはあまり興味ないよっていう人はここは飛ばしていただいて結構です。あとはこの辺を適当に調べ回ったら、あとはベッドで寝て、おそらく次回こそ最終回でしょう。今度こそね、最終的なものではないでしょう。ん？違う、早とちりではないはずです。多分次回がラストになるでしょう。パスワード。文書は受け取ったが開けない。会議室の機密用端末にダウンロードしておいて、これか。何について？最新の発見に対する分析結果。なるほど。アラン・リッキン。博士が発見したことに対しての研究成果が会議室のパソコンにあるみたいで、それのパスワードは今確認しましたので、多分会議室のやつ開けるでしょうね。やっぱりここで走れないのが痛いな。よーし、調べるぞ、いろいろ。プロジェクトリーダー9。分析結果、アラン・リッキン。これか。アニメス被験者12号から16号の記録をチームで分析し終わった。エデンの果実が最重要であることは変わらないが、残るアーティファクトの発見と理解もまた我々の継続的課題である。その理由はよくわかっているものと思う。人工衛星によって我々の目的はほぼ達成されるが、体質あるいは環境によって影響を受けないものが幾人かは残る。それに対処しなくてはならないのだ。人工衛星を使った人類全体のマインドコントロール。それはちょっと恐ろしいですね。これまでの成果を以下にまとめたので目を通してもらいたい。何かフィードバックがあれば、直ちに私のところへ知らせるように。1、エデンの果実ナンバー3。DIA の人工衛星事故でナンバー2が失われて以来、君がもう一つ目標のある場所を知るために努力していることは分かっている。被験者17号がアニムスと相性が悪いために進行が遅れていることも承知だ。だからあと24時間の猶予を与える。それで有意義な結果を出してもらいたい。その間に回収班が待機に入らせる。我々の求める情報を時間内に得られるかどうかは君にかかっている。彼はすでに他のオブジェクトの在りかを知っているのだ。ただ自分で気づいていないだけだ。何としても最後に残った記憶の封印を解かねばならない。さもなければ今までの努力すべてが水泡に帰す。被験者17号っていうのは、デズモンドのことですかね。フィラデルフィアプロジェクト。アニムス被験者12号から得たデータによれば、船は未来の姿で短時間姿を現したそうだ。およそ18分間。それがこの世界の時間線なのか、並行する別の時間線なのかははっきりしない。実験で使われた元のアーティファクトを再現するのに足るだけの情報はすでにあるが、執行部がこのプロジェクトを先に進めることを禁じている。タイムパラドックスについてはまだ不安材料が多すぎるためだ。社の方針は今まで通り時間操作に関わるオブジェクトはすべて発見次第封印するだ。アーティファクトは安全な場所に保管される。これはちょっとよくわからないですね。エデンの果実っていう秘宝は現代に存在するし、過去にも存在したんですが、それを手にすることによって過去を変えてしまうことも可能ということなんでしょうか。ロマンあふれるような怖いような。ツングース事件。アサシンの襲撃によるものであると今では信じられている。アーティファクトも研究所と共に破壊された。代わりとなる電波発生装置が保管庫にあることは確認されている。だがデータ不足でまだ研究は再開されていない。事故のリスクが大きすぎるのだ。血統調査部門と取得部門が生き残りをかっこアサシンでも仲間でも追跡する手はずになっている。この特殊なテクノロジーを復活させることで人工衛星の作動後、我らに抵抗を試みる者たちに対し優位に立つことができる。該当地域に調査隊を派遣する。うん。何らかのアーティファクトが研究所と共に亡くなったということですか。で、聖杯。
調査リストからの除外を決定した。実在の確証がなく、被験者から得た情報からしても、エデンの果実以外のキリスト教関係のアーティファクトは伝説の存在である可能性が高いためである。もし実在したとしても、現時点ではその有効性は小さい。よって調査のための人的資源は他に回す方が有益と判断する。キリスト教関連のアーティファクト、エデンの果実以外のものは、まあ存在してるかどうかわからないから、仮にあったとしても有効的ではない。そうなんだ。あるかもしれませんね、後々のシリーズで。ミッチェル・ヘッジスのコミュニケーター分析が完了。作動することが確認されている。これで安全な通信手段が確保できた。実際の使用は打ち上げ後となる。数に限りがあるので、最重要機関のみ配備される。もちろん君のところには行く。ウォーレン、被験者17号の件が成功裏に収束することの重要性はとても言い尽くせないほどだ。全ては君にかかっている。アーティファクトのありかを突き止めるのだ。この段階で何もかもが無に帰すなどあってはならない。英知の父が君に成功を与えたもうように。アラン・リッキン。英知の父が栄光にっていうのは、テンプル騎士団の挨拶みたいなもんなんですかね。じゃあ、かなり長くなってしまいましたけど、今回はここまでとさせていただきましょう。部屋に戻ったら何かあるとかあるかな。さすがに改めて調べるなんてことはないと思うけど、一応一回りして、特になし。特になし。特になし。何もないか。寝る前に一瞬見えた部屋の壁とか天井に書かれた謎の紋章、起きてる間は見えないみたいですけど、それも気になるところですね。さて、いよいよ物語も大詰めですね。では今回はここまでとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。失礼します。